さあ、マッチングしました。うわ、レート高向こう。24時間バトルスピリッツやってますっていう生きがい感じられていいね。いや、っていうかあれかもしれない。以前戦ったことある方かもしれないです。ちょっとわかんないけど。さあ、俺の初手、非常に不愉快極まりないっすね。なんだこの初手。あ、ちなみに今日はあの、紫起源デッキ使ってます。で、以前から構築ちょっと変えて、あの、陰陽わらし投入したりしてます。で、あとシーズグローリー入れたりね。ちょっと打点高めっていう感じで。まあ、これは、ノータイム、紫ワールドだな、これ。パープル世界。パープル世界からの、パープル世界からのダイヤモンド。空中ダイヤモンド。風のクリスタル置いてエンドです。うわ、手札重たいな、これ。まあ、とりあえず開幕事故ってますね。なかなか事故ってます。こちらサイトとしては。さあ、向こうは何のデッキを使ってくるのか。アレックス置いて、終わった。これはなんだ？何の出来か分かんないな。さあ、いいの引いてこい。3コスト。あ、来た！まあ、ギリギリだわ。あんまり嬉しくないんだけどね、これ正直。あんまり強くないんだけど。まあ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 、引けるんだったらいいでしょう。デッキを掘っていこう。とりあえずデッキを掘っていく作業。これ大事。さあ、これによって、まあ、落ちたカードが、ちょっと、まあ、紫の世界でドローしていくしかないね。もうこのプランしかないね。正直、正味な話。今現状としては。全然スピリット引けないわ。来い！何でもいい！ 5 コスト、5コスト来て。5コストの。あー、まあ、まあ、キャメロットナイトだったら、まあ、まあかなっていう感じかな。あ、気流だ、これ。気流もうええて。気流もうええて。今田さん。今田さんもうええて。ほんまに。いやー、これ、ほんとね。ほんとにこれ、バンダイ良くないとこ出てるよ、これ。このカード。あの、自分の手札の気流1枚切って、ネクサス壊すんだけど、これ全然デメリットじゃないからね。これ破壊するわけでしょ？破壊したらワンドローできるでしょ？これターン1にして、これ。ロケットラーのこの効果。で、しかも破壊した効果を、発揮させないまま破壊させるんですよ。問答無用で。それって、ずるくない？いや、でもね、本当にこの今の環境で言うならばね、気流デッキ誰使っても勝てますよ、本当に。その、高レート帯とか、その低レート帯とか関係なく、気流は汎用性めちゃんこ高いに誰使ってもお手軽最強だと思います。いやー、どうしよっかな。ちょっとロケットラ本当に邪魔なんで、本当に邪魔なんで、潰します、これ。ちょっと申し訳ないけど。あんまりこういう使われ方しないと思うんだけど、もうロケットラが本当に邪魔なんで、相手とにかくドローさせたくない。これは許すまじっていう感じで。さあ、でも相手の盤面見るに、まあでも相手の手札シャイニングソード見えてるんだよな。召喚が中断されると、手札開示したままなんだね。これ結構面白いね。さあ、これによってスピリット全滅します。さよなら。でもね、これでロケットラいたら、普通にドローされちゃってるんで。だ、まあよしよし。まあよしとしましょうよ。こっから始めよう、また。またしっかり地盤固めていこう、こっから。うわー、手札おんめえ。手札おんめえぞ。軽くするためのカード来てほしいんだよな。闇くらましの城来てほしい。あー、キャメロットナイトでキャメロットナイト。キャメロットナイトでキャメロットナイト来ましたね。さあ、またロケットラ引いてきた？ロケットラ引いてきたタッチ。やってくれるね。うん。いい引きだよ。あ、これまた陰陽わらし狙ってくるのこれ。相手の効果受け付けないって言ってるんだけどね。その効果を受け付けなくするから。これ本当にこれ重ね重ねに申し上げますけども。バンダイの良くないとこ本当出てるこれ。夢を作る企業バンダイじゃないんだよ。俺の夢壊すな。バンダイも狙おう。
さあ、ベルドラムの効果、アタックする代わりに転生できるという効果。さあ、これで転生したんで、ワンドローします。で、アタック時にもワンドローすると。ワンダローすります。だからね、これ実に強いですね。で、しかもトラッシュに落ちたカードも、後で回収できるんで、他のカードで。だから無駄がないっすね。あ、これライフで受けたらまずいよね。この後ね、リーサル食らうんすよ。この後、ハチコスのね、強いカードでリーサル食らっちゃうんで、ここはダブルシンボル受けない方がいいな。いや、コア欲しいんだけどね、正直。コア欲しいんだけど。これは、で、アタックしてくる可能性が高い、実に。実に高い。うん、だろうと思った。ここでライフ食らって、で、デスアタラクシア使いましょうか。ライフで受けて、で、ライフ食らった時にノーコストで使います。これも結構強いんだよね。これによってコアリザーブ3つ置くと。やっぱね、アタック時ドローは許せないですよ。これからこの先どうせアタックしてくるんだろうしね。あ、転生してくる。さあ、これによって転生時なんだっけ？どういう効果だっけ？スピリット1体破壊するんだっけ？あ、スピリット全て破壊する。つえや！書いてあること何もかも。謙虚な姿勢取ってほしいわ。赤に関して言うと、本当に。なるほど。うん、地盤沈下した状況でのコスト5はね、なかなか辛いんですが、これはもうね、2ドローで何かマジックカード引っ張ってくるしかない。何か強いカード。シーズグローリーか。まあまあまあ、悪くないな。まあ、グランスノンが今2まで育ってるんで、じゃあここで、キャメルトナイト召喚することによって、そうだね、相手の場面破壊できるね。よし、ワンドロー。で、グランストーン飼育。さあ、これによって豆っちに進化します。芝豆っちきます。で、転生した時に転生時効果で相手の盤面、なんか2体に触れられるんだったかな、確か。2体破壊できるんだよね。よし。よしよしよし。これでお互いチャラ。こっからよ、物語は。俺たちの旅はこっからだ。うん。じゃあ、アタックステップ、とりあえず、王子はグランウォーカーネクサにしてもらわないとね。この王子のね、グランウォーカー、あ、フラッシュ来た。あー、バウンス来たか。これはまあ、グランスターンだよな。なるほど。で、ダブルシンボルいなくなりました。さあ、ネクサスコア部来て。頼む。3つ来い、3つ。なーにこれ。なーにこれ。こんな落とし方ある？ゼロなんだけど。石1個も増えなかったわ。しかも、すごく大事な闇くらましの城2つ消えたわ。やべえ、素出ししなきゃいけなくなるじゃん。これなんでさ、こんなにカード被ってんのこれ。俺の方。すごいじゃん。なんかババ抜きしてるみたいじゃん、これ。同じカードが2枚ずつ来るんだけど。これまた絶対バンダイやらかしてるでしょ。さあ、相手マジックカード使ってみました。コスモドロー。トラッシュにあるカードかな？あ、違う。山札から引いていた。まあ、でも相手のコアが6個なんで、8コスのリーサルは来ない。感じだね。オーバースターでトラッシュにコア1個コアブー。で、あれだけ、ターン1、ライフ1つずつしか減らないとか、そういう感じの効果だったかな、確か。まあ、正直、相手のバーストが何か全然わかんないんだけど、なんだろうな、キングス、なんだろう、キリュウのバーストって言ったら、でも大体アレックスかな。あんまりわかんないな。正直ちょっとわかんないんだけど、手札除去してくる系ではないと思うから、ちょっと召喚時効果使います。これで、まあ、ファラオムとかキングスコマンドとかだったら、まあ、まあ、しょうがないかな、もう。向こう。キングスコマンドかな？違うかな？どうだろう？向こうのバーサ注目。あ、何にもない。あ、マジで言ってんの？これ。え、キングスコマンドかなーって思ったんだけど、違うっぽいね。てか、ちゃんとレベル2に召喚しないとダメだわな。ファラオムだったら死んでたわ。さあ、2ドローまたします。いや、足りないなー、これ。
いや、これは正直ちょっとやれることないっすね。現状としてはちょっと。まあ、シーズグローリーとデスタメントでなんとか耐えられるかな。まあ、なんとか頑張るしかないわ、これ。うん。頑張って耐える。それ以外の選択肢がない。さあ、相手コアもんまりあります。だからリーサル見えてきてるかもしれない。相手コア12個だから8コス出せるよね、普通にね。まあ、引いてきてるかな、こんだけ引いてれば。もう山札23だもんね。俺も14枚だからね。気づけばもう山札俺も14。あ、来た！来ましたよ、これ。キリュウのエース、アストラドラゴン。ダブルシンボルのくせに貫通効果持ってるってさ、何してくれてるんすか？何してくれてるんすか、本当に。さあ、ミラージュ。わ、なんかカットに入った。さあ、ミラージュセットして、で、そして、回復しますと。で、ライフも減ります。で、ライフ減ったんで、使わせていただきます。自分、こういうもんです。よろしくお願いします。デスタメント言います。よろしくお願いします。コア3個以上乗っけてるとこういう風になります。よし、なんとか耐えた。お！相手、なえた！デスタメントでなえた！いや、でも確かに強いのよ、本当に。いや、すごい、こんなことあるんだな。デスタメント1枚出したら、なえて勝ったわ。